カーリングストーンズでございます、うん、どうもどうも皆さん、今日も皆さん勢ぞろいでございます。お願いします。お願いします。はい、CMO への道のやつが続いている感じでね、うん、もうすっかりもうこの今年も終わりそうですけれども、うん、はい、あの今年はでも簡単テレタビレのお世話に随分なりましたね。そうね、まあ、あの状況が状況だったのでね、うん、あの結果こういうことをまあ積極的にやる1年になりましたから、うん、随分そうね、楽しい思いをさせていただきました。でも確かにそれでこうしたしたなんか盛り上がったりしてよかったと思いますけど、うん、これを俺今年基本これしか出てないもん。レアだね。レアだね。せっちゃんファンにとっては。うん、自分でそういうのでもやってはいたんじゃないの？なんかツイッターみたいな。そうや、なんか YouTube やってたやん途中。高田純次さんと散歩しなかった？ああそれぐらいかな。それもあったよね。ああ主題歌のそれくらいです。うん、あそっか主題歌ね。純散歩。そうそうそう。みんな他浜ちゃんはライブしてたでしょ？うん、ちょっとね、でも今年お客さん入れてやったのは3本ぐらいかな、あのカーリングストーンズのツアー以降はね、うん、うん、まあなってからね、うん、3本ぐらいしかやってない。キングもなんか無観客みたいなのしてたよね。うん、してた。配信も3回かな、うんうん、やらせてもらったり、うん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 、それなりにできることはやってましたよ、はいはい、うん、でまあトータスはあの嫌われ者キャラとしてね。俺それだけちゃうで。ライブもやっとるで、これやってたやってた。ライブもやっとるね、確かに。配信もやったし、もうめちゃめちゃやってるよね。でヨヒーはレポーターとして。そう見事なレポートね。相変わらず北見にいますけど、ね、そう長いね、北見は永住が長い、永住。あれからエイジグライダーマリリンに会いにちょこちょこ行ってるみたいですから、ね、やらしいなぁ。ちょっとちょっとちょっとちょちょっとちょっと、はい、まあそんなことで今年はもう終わりそうですけれども、続いてる企画のね、以前新しく2曲作った餃子と自転車、うん、これの音源が出来上がっておりますので、それまあ、リモートとかでみんなで録音したやつね、それを聞いていこうという日です、うん、今日は。なるほど、はい。でもさすがにさ結構作り続けたからさ、特に自転車の歌なんてさ、うん、うまくいかねえんじゃねえかなって心配もあったんだけどさ、出来上がったら素晴らしいね。うん、素晴らしいよ。びっくりしたわ。まあ何度も言うけど、うん、6人がいて6個のメロディーを作って組み合わせるのはメロディーが多すぎるんですよ。一曲に対してのメロディーメーカーがね。3つぐらいでいいのよ。うん、でもそれがいいんじゃないの。そうやってなんかそれも含めてなんか謎の曲に仕上がったり、はいはい、構成的にね。まあ、以前のパンとかも。ね、あて流れてみたらめちゃめちゃいいじゃないですか。うん、いいね。ね。あれだから1分半ぐらいだっけ全体で。あれね短い、うん。でもあれで完結してるもんね、なんか。してるしてる。してる。そうそう、だからまあ 6個メロディーがあってそれをずるってやって終わりっていう、うん、あの繰り返しがないっていうのね。そうそうそう。まあ2番いくともう嫌だもんねきっとね。嫌だと思う。2番いやまだって CMO だからね、 CMO には2番はないから、ね、ない、うん、2番というあの辞書、ごめん CMO の辞書に2番はないからって言いたかったんだけど、はい、はい、ということで、ね、まずは餃子いってみます。お覚えてます餃子。これはあの最初にキングが、はい、あのなぜかちょっとこう、うん、レゲエ調な、そうね、うん、なんかレゲエが聴きたかったんだよね、6人の歌声を聴きたかったんだよ。そうねって、そうねって言うよね、よくね。困った時の裏打ち。そうなの、うん、まあそれで結果的にめちゃめちゃ良かったです。すごいかっこよかった。ちょっと聞いてみましょうか、したら、うん、これ餃子ってネバーエンディング餃子だっけタイトル。そうだ。
怒られそうなタイトル。ではネバーエンディング餃子、どうぞお願いします。いや素晴らしい。すでに最初の牛の意味がわからんけど、丸い皮にあんをのせ、丸く丸く、グルーヴも素晴らしいよね、うん、難しいよね、ディレイがディレイがイエーイ、ダブになってるからちゃんとある世界へ、薬用が、この薬用よっていうのはディレイじゃなく俺が口で言ってるだけだ。あ、そうなんだ。そうだよね、すごいんだよあれが口ディレイ。俺結構うまい、口ディレイうまい。この追っかけコーラスのアイディアもね、和志くん出してても素晴らしかったね。これ良かったね、うん、これタミハンとトータスだ。そう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 、いいね。最初さ、トータスのハーモニカちょっとずれてたんだよね。小説がね、そう張るところが間違えちゃってね。めっちゃぶつかりまくってたね、和音に。いやていうか、こうそういうもんかと思ってたら進めてたけど。イエーイ、かっこいい。コードと合ってねえでとか思ってたんで最初。いや、そしたら全然血がずれてたんでね。うん、そう。でもあれさ、あれもあれで面白かったね。なんかずれてんのもね。あの適当な感じがな。うん、そう。うん、ただあれはあれで成り立ってはいたよね。でもトータスめちゃくちゃだなと思ってさ。そう。俺がまるで下手くそみたいな。そう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 。雑なの出してきたぞこれと思った。そうそうそう、なんかその。撮影で忙しいんか知らんけど、そうそうそうこれ言っていい、突っ込んでいいのかどうなるかわからなかったよね最初。いやいや、俺さすぐ直してって言ったんだから。なんかその前に結構な、うん、なんかこれでいいのみたいな感じがあった確かにこうリモートで録音もしてるもんだから、うん、音源が届いてそれをこう例えばトータスのハーモニカが届いの 音だけが届いたっていうのを、うん、今まで録音してたやつにはめ込むんですけど、そうそう、はめ込むタイミングっていうのをね、うん、ここっていうのが間違ってた最初スタートがね、いろんな理由で、そうそう、全部ずれてっちゃってたってことだね。そう、うん、でもハモニカなんてさ間でふっぱーってかって吹くからさ、うん、それはそれでなんか間違ってもないなみたいなギターとかやともう、ま、ね、ずれてんの露骨に分かるけど、ね、そう間違いなく分かるけど、あ、うん、ハモニカは分からん、ね、分からんかもね、確かにな。そしたらトータスがこれずれてるずれてるってなってあ、やっぱそうなの、ワイのハーモニカがワイのだけずれてるやん、ワイのだけずれてるやないか、ワイのだけワイだけずれてるやんなんでワイだけなんでワイのコンバースのコンバースの片方だけ黄ばんでんねん言ってたな懐かしいな。気づかんってば誰も。これはこの曲は例えばあの餃子屋さんじゃなくても中華料理屋でもいいの、これもう餃子があればいいんじゃない。餃子があればいいっていうことね、うん、うん、まあこれ聞いて、まあ、使ってみたいと思う方は本当にあの軽い気持ちで、うん、あの言っていただければ全然あのお送りしますからね。なんならヨヒーがまた持ってきて、俺もいいでも宇都宮でしょ、まあ、やっぱりこれは宇都宮でしょ、どう考えて。でもさ浜松もあるし、まあ世界中で餃子はねやっぱね食べられてますから。でもこの間のパンみたいにさ移動餃子屋みたいなのあったりしてんのかな。ああそうね、見たことないけど、あったら売れそうやな。あるよ、見たことある。おあのイベント会場とかで宇都宮餃子の店みたいなの出てた、うん、それこそ餃子カーみたいのがあって、キッチンカー、
うん、そういうところで使われてるとまあ似合うと思いますよね、うん、確かにね、レゲエ調でちょっとこう、うん、確かに、うん、あの店員さんがちょっとこうヨーヨーみたいなやつでもいけるやん、はいはいはい、これならこの曲調ならこれドレッド、ね、山みたいな、うん、山みたいな店長が焼く餃子みたいな、はい、あのご覧のヤマン餃子の人たちぜひ、うん、あの連絡をください、よろしくお願いします。はい、ということであの餃子の曲でございました。それともう一つあります、自転車、うんうんうん、これね、これ本当になんか想像を超えたな。そうですか、タミオ君とそのタミオ君とその前にちょっとなんか会った時にいやあの曲めちゃくちゃなんだよなとか言ってたんだよね、ちょっとね。そうそう、なんかこう並べてみるとバラバラじゃんって思って、うん、よりねよりバラバラ度合いが、うん、なんか A から B に B から C みたいなの流れがないんかいこの曲みたいな感じだったよね、なんか最初に。でもなんかうまいことね、まあ、うん、まあ本当にまとめてもらえた感もちょっとあるし、いやその、うん、まとめたつもりもないけど、要はだから やってしまえばそうなるってことですよね。そうか、そう思う、そう思う、うんうん、では行ってみましょう。これあれタイトルなんだっけな、底のけ、底のけサイクリング、底のけサイクリン グ, リングか、ダサダサいな、底のけサイクリング。さあじゃあ行ってみましょう、底のけサイクリングですね。コーヒーの歌言える。いいね、子供の心が見える。フラッシャー包み自転車出た、そこのけそこのけそこのけ、安定のハイトーン、これ展開がすごいね。僕はあの無駄にちょっと切ないの、うん、無駄にえって一個入れたんだよね、ここね、そう繋げなかった、一回戻した、戻してで俺かな、あ俺だ、これねコーラスのが先にあったからそれに合わせたんだよね、テンション美味しい、美味しいね、美味しいね、焼肉や美味しいね、いいね、これはいいよ、まあまあいくらでも伸ばそうと思えば伸ばせる曲ばっかりだもんね、疾走感これをあえて、これはいい曲としていいと思いますけど、うんうん、これ果たして自転車で流すのかっていうちょっとなんかあるけど、それ最近のは自転車屋さんってさ、おしゃれだもんね、そうね、うん、ちょっとカフェっぽい感じあるもんね、あそうだからちょっとこれあのなんなら俺らのデビュー当時のバンドブームみたいな感じの曲でもあるからさ、ね、あーそうだわかるわ、うん、あ原点回帰、そうでもこれ子供たちが、まあ、聞きながらは危ないけどなんかこう走ってる絵とか見えるよね、元気にね、リンリンって、そうそうそう、そういう歌いながら、そんな昭和みたいな子供いる今言ってほしいわそういう PV 作ってほしいわ子供でね、うん、あ確かに俺たちの顔で体が子供みたいな PV だね、金かかるもんそりゃ、うん、いいね、まあこれもあの全国の自転車屋さんおよび自転車業界の方々にもしこれを使いたいという方がいれば
あの連絡をいただきたいと思います。ぜひぜひ、その何連絡フォームがあるんだもんね今。うん、うん、そっか、はい、まあそんな感じで、今回2曲音源にちゃんとなりましたんで、送る準備はもうできましたんで、あとは皆さんの応募を待つということでございます。でですね、まあ、今年はまあきっとこんな感じって今年でもう終わると思うんですけども、うん、来年以降どうします？まだやります？この勝手に CM を終え、ロコソラーレの曲も作るんでしょ。あ、そうか、うん、おう、うん、それもあるね。まあ、せっかくマリリンさん出てくれたからね。そうだね、うん、まあそれはじゃあまあやろうか。おう、まあそれもそうだし、このみんなでつないでいくこの作曲楽しいから、次アルバム作るなら全部そういうあの別にそのタイアップでは関係なく、うん、なんか作り方としてね、そう作り方として、これはなんか面白いけどね。確かに確かに、なんかでもそうしたらやっぱ何か理由があった方がやりやすいっちゃいですよね。ああまあまあ、縛りになるから、テーマがね、うん、テーマが、うん、ちなみになんかもし次やるとしたらこれがっていうの誰かあります？なんか今までまあパン、餃子、自転車、ホームセンター、何だっけ、餃子やってきました、自転車やってきましたけど、うん、うん、焼肉、焼肉ね、うん、やっぱりラーメン、カレーっていうその最大のこう、ああちょっとまだアンタッチャブルでいるところ、 そこに行くか行かないかっていうところあるよね、うん、そうね、なぜ行かないのか俺たちはみたいなさ、 あえて行ってないのか怖いのか、行ってないのか、うん、コーヒーとかは、あコーヒーよ、コーヒー、ね、コーヒーは湧くよ、どういう何に引っかかってるの？じゃあイメージがね。ああ、まあボブディランからね、ずっとコーヒーが出てくるもんね。もしくはもうなんかあんまり日が当たってないもの、うん、地味なもの、うん、なんだろう。釣り堀とかね。釣り堀。釣り堀ね。渋いね。あ、それも良いね。それ叙情を感じるね。バッティングセンター、釣り釣り堀でずっと同じ音楽かかってたら釣れないですよ、ね、気が滅入ると思う、うん、バッティングセンター、ね、いいよね。釣り堀で釣れないってあるの？どうなるよ、あるよ、あるの？釣り堀によっては、切なすぎない？超むずい。だからすごい常連の上手い人はボコボコ釣ってるけど初めて行ったやつは誰も釣れんみたいな釣り堀あるよ、それは絶対釣りに向いてないね、その人はね。そうね、釣り堀なのに釣れない、釣り堀で釣れないって、ほんま向いてないやろね、それ絶対向いてないわ、向いてないな、うん、まあでもそういろいろはあります、釣り堀界でもね。釣り堀の歌ってすごいな、うん、うん、あとなんかないかね、なんだろう、銭湯、まあちょっと銭湯の歌とか、銭湯、銭湯、あれスーパー銭湯的なやつ ね、まあうん、あの街中の銭湯でもいいんじゃないですか。あ、いいね、スーパー銭湯だったらやっぱりあれじゃない、スーパー戦隊ゴレンジャー的な曲じゃない、スーパー銭湯いいね、6レンジャーだけどね、スーパー銭湯6レンジャーできたも同然だよそれ何やそれ、さ PV が怖いわみんなフリチンやんかそうだな、それやだなもうやめよう、そういうのそうね、まあそんな感じであの来年以降もじゃあ、うん、なんか思ったらやるということで、うん、はい、あのこれはまあぼちぼちやっていきたいと思いますんで。でもいつかさ、はい、カーリングストーンズライブでさ、はい、CM のこの曲たちをやる日が来るのかね。いやいや、もちろんやるでしょこれ、メニューに入ってくんだろうね。うん、うん、全然やったでしょ。だからそういうのがどんどん増えてって、曲も増えてってるから、その問題っていうか、みんなが気になってんのはガッツだぜはやるのかなっていう。あ、もうね、ガッツだぜ卒業？ついに？もうついに。ついに
もともとねあれやっちゃいけない曲だったから、そうそう、ね、トータスが本当にもうどうしてもっちゅうからさ、俺がもう時期としてね、あれは参ったわ、やってもらう曲やからね、時期としてね、だもうないよね、ってことはやるんじゃないのまた俺のということは直訴されるわけやから、俺がもうどうしてもやりたく なるような感じになったら途中でなってますね、あれ、うん、そこはね、あれライブ始まった時点ではなってないわけやから、なってないから、あの湧き上がってくるからそうかそうかよね、その湧き上がってくるかどうかやけど、多分湧き上がってくると思うよね、うん、本当に毎回毎回いいタイミングで湧き上がってくるよね、湧き上がってくるんよこれがそうなってんのよね、湧き上がってくるのよ、くるのよ、湧き上がってくるかー、くるー、必ず最後の3曲最後の3曲目ぐらいに必ず来てるもんね、必ずもううまいことガッツだねがくるるはい、そんなことで、来年も皆さんよろしくお願いします、お願いします、お願いします、はい、今年のこのカーリングストーンズの会は多分終わりです、また来年よろしくお願いします、はい、お願いします、では、良いお年、また良い年を、良いお年を、良いお年を。